皆さん、こんにちは。初軍将軍でアジア人初エミー賞主演女優賞を獲得した、沢井杏奈の本当の国籍、結婚して暴露された妊娠姿や子供の父親の正体、両親の正体や年収額について紹介します。真田広之がプロデューサー主演を務めたドラマシリーズ、初軍将軍が、9月15日に授賞式が行われた米エミー賞で作品賞主演男優賞など18部門を受賞。本作でアジア人初となる主演女優賞を獲得したのが、沢井杏奈の名でも活動していたアンナ・沢井、ガールズグループファキーのリーダー、アンナとして活躍していた時期もある沢井は国際派俳優として世界を股にかけて活動。今回は快挙を成し遂げ話題となっている沢井の軌跡を改めて振り返る、初軍将軍は、ジェームズ・クラベルが日本の戦国時代を舞台に、書いた小説、初軍をハリウッドでドラマ化した作品。吉井虎栄役で主演を務める真田広之はプロデューサーにも名を連ねた。2024年2月より配信された同作はスケール感、映像美、そして正しく描かれた日本が世界に衝撃を与え、配信当初より話題に、中でも注目されていたのが、細川ガラシャからインスパイアされた人物戸田真理子を演じたアンナ・沢井。真理子はキリシタンの心と侍の心の両方を併せ持った人物で、繊細でありながら芯の強さを持っている。通訳として流暢な英語を話し、盾も披露、凛とした佇まいは、画面に登場するとパッと目を引く存在だ。沢井は1992年にニュージーランドで生まれた。幼少期を香港やフィリピンなどで過ごした後、日本に移住。2004年にミュージカル、アニーで舞台デビューし、2009年には韓国の歌手レインが主演を務めたアメリカ映画、忍者アサシン。で、ハリウッドデビューを果たしている。2012年には5人組のボーカルグループ、ARA のメンバーとして音楽活動を行い、2013年にはファキーのリーダーアンナとして再デビュー。その後、俳優としての夢を追うために2018年にグループを卒業し、翌2019年にアメリカの芸能事務所と契約を結んだ。俳優に専念してからの躍進ぶりは目覚ましく、同年イギリス BBC のクライムドラマ、ギリ・ハジに出演。この作品では、初軍将軍にも出演している平田武宏と共演した。そして2021年には、ワイスピ。ことひとけシリーズ、ワイルドスピードの9作目となる、ワイルドスピード、ジェットブレイクに新ファミリーエル役で出演、ビン・ディーゼルらと共演を果たす。アメリカを拠点にした2019年から、作品ごとにしっかりと爪痕を残し、俳優としてステップアップしてきた沢井。初軍将軍でも視聴者の記憶に残る演技を見せ、配信開始時より、本当に時代劇初出演なの。毎回、真理子殿が魅力的、容姿も話し方も美しい、アンナ・沢井さんのなぎなたアクションが素晴らしくかっこいいなど、SNS 上には賛辞の言葉が溢れていた。今回のエミー賞主演女優賞受賞時には、素晴らしい賞をありがとうございます。クルーとキャストの一人一人の皆さん、そして真田さん、彼は私のような俳優にドアを開いて、チャンスを与えてくれました。今まで支えてくれたお母さんありがとう。あなたのおかげで、私は真理子を演じて、今、ここにいることができました。この受賞はすべての女性のためのものですとコメント。沢井杏奈さんは、先ほどご紹介した通り、ニュージーランド、香港、フィリピンで育ち、10歳の時に父親の仕事の都合で来日されたそうです。海外系のウィキによると、父親は電子機器関連の仕事をしていたようですね。沢井杏奈さんは幼少期に、父親が聴いていたビートルズやカーペンターズの影響を受けたそうです。また、オペラを学んでいた母親から歌のレッスンを受けていたとも書かれています。ご両親の影響が、現在の沢井杏奈さんを形作っているのですね。民族については、日系ニュージーランド人とされていますが、両親の国籍や民族については正確な情報が確認できませんでした。ただ、彼女の顔立ちからハーフである可能性は高いように思われます。また、レナさんというお姉さんもいらっしゃるようです。ちなみに、沢井杏奈さんの妹もとても美しく、スタイルも抜群だそうです。お姉さんのレナさんはバレエダンサーとして活躍されているとのことです。沢井杏奈さんがダンスのリサイタルに落選した際、お姉さんが励ましたというエピソードもあり、姉妹はとても仲が良く、強い絆で結ばれているようです。こんなに可愛らしい沢井杏奈さんに、彼氏がいないはずがない、と思い調べてみたのですが、現在は彼氏がいないようです。これが残念なニュースなのか。
それとも朗報なのかは微妙なところです。現在は独身で、結婚もされていないようです。インスタグラムには共演者との写真が多く投稿されていますが、特別に親しい男性の友人は見受けられませんでした。もしかすると、沢井杏奈さんは今、女優という夢を叶えるために全力を注いでおり、恋愛は後回しにしているのかもしれません。とはいえ、まだ28歳ですから、これからたくさん恋をしてもらいたいです。夢に向かって頑張っている彼女には、同じように情熱を持って夢を追いかける男性がきっとお似合いだと思います。もしかしたら、共演した俳優さんで同年代の方と素敵な出会いがあるかもしれませんね。今後、沢井杏奈さんの熱愛情報が出ることを楽しみにしています。杏奈沢井さんが結婚しているという明確な情報は確認されていません。しかし、彼女に子供がいるのでは、という噂が浮上しています。子供がいると言われている理由は、2020年2月4日の投稿にあります。その投稿には驚きの声が多数寄せられました。このお腹の大きさだと、妊娠9ヶ月くらい、もうすぐ生まれそうな大きさですよね。しかし、4ヶ月前の投稿では、お腹が平らな状態であったため、妊婦姿の投稿は撮影用だったのでは、と考えられています。結婚や出産に関するニュースや情報は一切なかったことから、もし本当に妊娠していたならば、極秘にしていた可能性も考えられます。しかし、そうであれば SNS にわざわざ投稿しないとも思われます。したがって、妊婦姿の投稿は撮影用の特殊メイクであった可能性が高いですね。歌手で俳優の小柳ルミ子が17日、自身のインスタグラムを更新、米国テレビ界のアカデミー賞とも言われる最高峰の賞、第76回エミー賞でドラマシリーズ部門主演女優賞に輝いた杏奈沢井を祝福し、20年前に共演した時の貴重写真を公開した。同授賞式は、現地時間15日日本時間16日に米ロサンゼルスで開催、諸軍将軍が作品賞を受賞したほか、同作に出演した真田広之と沢井が、日本人初の主演部門での受賞を果たした。小柳は、アンナ、と書き出すと、昨日私はテレビを見ていて手が止まり目が点になり次第に、わーっと涙が溢れました。あのアンナが米エミー賞の主演女優賞なんということで賞なんという偉業でしょうと、大興奮。続けて、アンナ沢井は、今から20年前2004年のミュージカルアニーの、アニー役で主演した沢井アンナです。私はアニーをいじめるハニガン役でアンナと半年間共演しましたと明かし、当時の貴重写真をアップした。写真は、沢井らアニー役の子役と並ぶ3ショットで、当時沢井は小学生、アンナ本当に本当におめでとう、あなたの才能がやっと花開いたね、あなたのポテンシャルにやっと気づいた、いただけたね、ルミ子さんはとってもとっても嬉しいですよ、と喜び、最後には、真田広之さんキャストスタッフの皆様、本当におめでとうございますと、諸軍将軍、チームの偉業を祝福した、真田広之さん主演の、諸軍将軍にて、アジア人女性初のエミー賞に輝いたアンナ沢井、沢井アンナさん。彼女の演技と堂々とした振る舞いに魅了された人は多いと思います。アンナ沢井さんは自身の母親をとても尊敬しており、今回の役についても母親のおかげで、うまく演じられたと話していました。アンナ沢井さんの母親は、とても美人な方です。受賞式に同席し、彼女と共に喜びを分かち合っている姿が映っていました。アンナさんは若い頃の母親の写真もインスタグラムに投稿しており、その姿もとても美しいです。20代の頃のアンナ沢井さんの母、上品な佇まいはさすがですよね。アンナ沢井さんの美貌は、母親譲りだということがわかりますね。アンナ沢井さんの母親の職業は、子供向け音楽教室の講師です。2003年開校で、ミュージカル、アニーや劇団四季、東宝などの有名舞台に合格者を多数輩出してきた実績のある教室なのですね。優しく素敵な先生なのが動画から伝わりますね。母のカオルさんはオペラを学んできたそうで、娘のアンナさんも幼少期から母親の歌唱指導を受けていたようです。そのおかげもあり、アンナさんは11歳の時に1万人の応募者から選ばれ、ミュージカル、アニーにも主役として出演しています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。